おかしくない、ちょっと待って待って、その全身だぞ、南ちょっと。いやから、ショーのところに、この上のこれ、ショーって書いてんの、これショーって。あ、そうね、そこショーちゃんの家。ダイヤが30個あったわけ。おわっ、その30個はどうだったの？30個が今この葬儀。ふざけんなよ、マジで。おい、僕が精神性に集めたダイヤだぞ。こんにちは、ナムナム。君のハートにレボリューション。君のハートにレボリューション。どうも、イムくんでーす。そして今日のゲストは、こんにちは、ニキニキーレースダイスナンバー6番、みんなの兄貴ことゆうすけです。よろしくー。はい、今日は兄貴に来てもらいました。よろしくお願いします。今日の企画は、ウーパールーパー探し。今回はですね、イレースワールドという、こちらイレース全員が入れるサーバーになってるんですけど、こちらのサーバーでウーパールーパーを探していきたいと思います。はい、はい、ということで本日の企画はウーパールーパー探しではなくて、最近出たカナリアさんの新曲アイデンティティの歌詞で兄貴に歌詞ドッキリをしていきたいと思います。前回ナエちゃんにアニマルの歌詞ドッキリをして失敗しちゃったんで、今回はね、兄貴にアイデンティティの歌詞ドッキリ成功させてやりたいと思います。それではやってみーよー。ウーパールーパーってどこにいるか知ってますか？知らん。ウーパールーパーってのは海にいるです。待って、何してんの？マジで。おい、僕が精神性に集めたダイヤだぞ。え、あ、お前が集めたそれ。僕が集めたの。取っておいたの、ちゃんと。マジで一人だけ超金ピカやん。見てみ、僕を見て、この真っ赤かよ、これ。最悪、もうマジじゃん。でも、あれじゃん、服着てんじゃん。服は着てるけど、僕、耐久性出れないよ。兄貴に何か伝えたことがあったんよね、僕。なんだよ。マジで、ちょっと動画に関係ないかもしれないんだけど、ちょっと待って、何かあったんだよ、マジで。ガチで忘れてた、なんだっけ。今、どこにいる？何もしてないよ。絶対、なんかね、入り口がダイヤ色に光ってんのよ、家の。どこにいるか分かんないよ。一人だけキラ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 する。すぐバレるよ。決体だな。本当に毎月のドルベールしてんだよ。意味が分からん。何？おい、それ何？何持って？なんか作ってる。おちょ、待って、これ。ネザライトやん。何してんの、兄貴。勝手にネザライト焼いて。兄貴。あ、やべ。これ逆さまにしようとしたけどできなかった。古代の残骸と石炭逆さまにしようとしたけどできないんだよ。逆さまにしたかったな。羨ましい、この装備。いや、僕の集めたダイヤな。合理とは真逆のプログラムすぎだろ、ガチ。どういうことやねん、ガチ。最近お前、よくわけわからん言葉喋るよな。え、何が？いつも通りやん。いつも通りやん、ほんとに。いつも通りじゃないだろ。いつもやん。だって兄貴いつも、お前何言ってんねんって言うじゃん、いつも。あ、もうバカにしてんねん。してない。でも、お前何言ってんねん。ウーパールーパー行こう。本当に何してる、本当にずっと。何あれって、何さ、あれなくなってんだよ、おい。古代の残骸一個もなくなってるけど、ちょっと、あれ持ってんな、ちょっと。絶対この人意味がわからん。人のものだと全部意味わからんよ。さしずめ、こっから僕らが行き着く先は愛しかないよ。いや、愛よ。愛は何？あ、これどうやってやんだっけ。自由やな、この人。今日はウーバーイーツじゃないわ。なんだっけ。違う。何頼む、ウーバーイーツ。違う。最近僕出前館だから。
最近僕悩んでることがあってさ。え、悩んでる？そう、悩みがあって、うん、個性についてすごい悩んでて、すごいヒロアカの主人公みたいになってんだけど、お前個性しかないやん。そう、でもね、ちょっとガチで悩んでて、個性について。うん、そのなんていうんだろう、アイデンティティっていうか、これやっぱね、実況動画最近始めて、やっぱ個性を出していきたいんだけど、どうしたらいいか分かんないのよ。思考のアイデンティティを見つけたいんだけど。熱い熱い熱い、びっくりした、マグマブロックがびっくりした、攻撃されてると思った。なんかね、うなってんだよね、ずっと自分の中で。ゾンビの声がでもうなってるよ。確かに、なんか君一人のせいだと思ってるんだけど、個性がなんかうまく出ないのは。そう、兄貴のせいで今なんか個性が出てないまであると思うんだけど、個人的にね。なんで俺を読んだね今。ちょっと待って、何また達成してんの。玉ねぎを切ってるのは誰を達成してるの。お前だよ。僕何、うん、僕なん、個性は玉ねぎ切るもん。あー、なるほどね。僕玉ねぎみじん切り得意だよ、中華料理屋さんで働いてたから。でもね、まだ捨てないで持ってんだよね、その時使ってた包丁。そう、その時使ってた包丁持ってんだよね、ずっと。なるほどね。でもね、結局さ、思うに、なんかその包丁持つも使うも、うん、その自分の個性生かすも生かさないも、うん、一つ二つのデスティニーだと思ってる。うん、そう、うん、だから今僕がその昔玉ねぎを切るために使ってた包丁を持ってるのも運命だし、この個性を兄貴と一緒にいるからうまく使えないのもこれ運命かなって思ってんの。それをね、つなげるとハッピーになり、ハッピーになるの。それつなげるとハッピーになって落ちていくんだ。落ちていくの。そう、流れ星といびつなあの星のようにさ。そう、ごめんね、普通になんか真剣に悩みを話しちゃった。悩みの話を、まあ、撮影再開しますか。うん、よし。ララ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 。違う曲、なんか違う曲流れてきたな。俺が知っとる曲と違う曲流れてきた。どういうこと。違う曲ってどういうこと。何が。まあ、そろそろかな、そろそろ欲しいよね、兄貴。どれだか、どれだか欲しいな。欲しいよね。てってれー、カナリアさんのアイデンティティでずっと喋り続けてたら兄貴は気づくのかどうか、ドッキリでした。聞いてたわ。どこで。何、お前が俺をマイクラに誘う時点でな。気づいてんだよ。なんでな、え、どこで。今回全然だって気づいてなかったよ、兄貴。絶対ダウト。気づいてたよ、俺。あれやから、あれアイデンティティ歌ってんのかなと思ったら、メルト歌いましたからよ、お前が。だからあれか、だから途中でなんか俺と知らない曲が、俺の知らない曲が、あれこれ違うんかなと思った。やっぱアイデンティティじゃない。途中でなんかいろいろ違う曲歌っちゃった、今日は。あげるよ、ほら。あ、ありがとう。え、だい、え、え、ありがとう。ありがとう。え、やったー。これもあげるから。え、やったー。無敵やんと思ったけど、これ全部兄貴に奪われてただけなん。兄貴。はい。カスドッキリうまくいってよかったね。うまくいってねえだろ。痛い、バーカ。バイバーイ。いい加減にしろよ。どうも、ホットケーキでした。ありがとうございました。ありがとうございました。もう二度と来ねえ。ごめんって。うるさい。あ、退出するの早っ。